エリナー・フォーティス・キューブリックは、イギリスの画家、イラストレーターである。多くの書籍の挿絵を描き、後年は、ステンドグラスも制作した。クレーター・ロンドンのアッパー・ノー・ウッドで、法律家の娘に生まれた。17歳から、ロンドン南高のシデナムのクリスタル・パレス美術学校で、学んだ後、1896年になって、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの美術学校に入学し、 イラストレーションを学んだ。アカデミーの先輩で才能を認められていた画家、イラストレーターのバイアム賞と知り合い、影響を受け、バイアム賞が1910年に美術学校を設立した後、そこで教えた。1899年に、シェイクスピアの戯曲に題材を得た作品を描き、ロイヤルアカデミー・オブ・アーツの展覧会に出展し、その後も、ユサイガオアカデミーに出展し、 一方、水彩画を描いて、ダウズウェルギャラリーで展示した。イラストレーターとしては、1909年にレスター、ギャラリーズからの注文で、2年間かけて、アルフレッド・テニスンの国王牧歌の28枚の水彩画の写真絵を描き、1911年にギャラリーで展示され、翌年24点が豪華本として出版された。1921年に開かれたグラフィックアート協会の 1> 第1回展覧会にも出展した。ステンドグラスの制作も行った。1945年3月にロンドンで死去した。ありがとうございます。